パーチーは、アメリカ海軍のスタージョン急原子力潜水艦。艦名は、蝶々王にちなむ。その名を持つ艦としては、バラオ急潜水艦96番艦以来2隻目。パーチーの建造は1968年6月25日に、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所に、発注された。1970年12月10日に、寄港。 1973年1月13日にフィリップ A.B. シャニー夫人によって命名、浸水し、1974年8月17日にリチャード・ N. チャールズ艦長の指揮下収益した。収益後のパーチーは1976年まで大西洋艦隊に所属し、その後太平洋艦隊に転属、カリフォルニア州、メアアイランドを